日民貿易戦記万歴12年重要文化財。日民貿易は、室町時代に、日本が、中国の明朝といった貿易。特に、室町幕府や大内市との長江貿易は、和光や密貿易と区別し正式な県民支線である。ことが確認できるよう官号を使用したことから、官号貿易とも呼ばれる。ただし、官号はあくまで外交施設に発給された。 通行証であり、貿易許可証ではないため、看護貿易という故障は使用するべきではない、という意見が通説となっている。1401年から1549年まで、19回に、渡り、公益が行われた。1404年以降は、看護を所持したものに限られるようになり、1432年に、選択条約で回数などが規定される。看護とは、 公文書となる、漢号堤防の上に漁師をずらして、重ね、漁師にまたがるように割りもしくは牧書したもので、日次漢号と本次漢号の2種類が存在した。日次漢号は、明日本の思考に、本次漢号は、日本民の思考に使われ、持参した漁師とそれぞれが持つ堤防を称号したと推測されている。公式の貿易が行われたほか、 博多や堺などの有力商人も同乗し、明政府によって必要な商品が北京にて買い上げられる工房駅や明政府の許可を得た商人、騎馬業との間で死亡益が行われていた。県民船に同乗を許された商人は帰国後に持ち帰った輸入品の日本国内の相場相当額の1割に当たる金額を中奮戦として納付した。当時の明王朝は、 強固な中華思想イデオロギーから、長考貿易、すなわち作法された周辺諸民族の王が大民皇帝に長考する形式の貿易しか認めなかった。そのため官合貿易は室町幕府将軍が民皇帝から日本国王として作法を受け、明皇帝に対して長考し、明皇帝の反死物を日本に持ち帰る建前であった。 日本国内の支配権確立のため豊富な資金力を必要としていた吉光は名分を捨て実利を取ったと言える。しかしこの点は当時から日本国内でも問題となり、吉光氏を四大将軍、足利義持や前官僚の芝義行らは1411年貿易を一時停止する。具体的な理由として足利義持が重篤な病にかかったときに、 医療への再認識が高まり、徴工貿易の使用物が薬膳と公約、それも南方産の公約が主で、それらは中国では産しないことから朝鮮、琉球との通行が確保できることを前提に、対民断交に踏み切ったとされている。朝鮮、琉球との貿易で、日民間の徴工貿易を肩代わりさせ、評判の悪い作法関係を断ち切ろうとしたものである。しかし六大将軍、 足利義則時代の1432年に復活することになる。民は貿易を対等取引ではなく皇帝と新華賞の兆候と歌詞と捉えていたことから民の豊かさと皇帝の気前の良さを示すため民からの輸入品は輸出品を大きく超過する価値があるのが通例だった。日民貿易がもたらした利益は具体的には不明であるが法徳年間に 民に渡った商人くずはサイ人によれば、民で購入した糸250分が日本で5巻分で売れ、反対に日本にて同10巻分を一打にして持ち込んだものが、民にて40の50巻分で売れたと記している。また、応人の乱以後県民船を自力で派遣することが困難となった室町幕府は、 有力商人にあらかじめ中文銭を収めさせて、県民船を受け負わせる方式を取るようになるが、その際の中文銭が3000から4000分であった。そのため、その10倍に相当する商品が日本に輸入され、中文銭や必要経費を差し引いても十分な利益が出る構造になっていたと考えられている。また、百八十三年に派遣された県民船は、大内正弘や、 関路寺を野町が仲介する形で朝廷が関与していたことが知られ、貿易の収益の一部は朝廷に献上されている。観合貿易が行われるようになると和光は一時的に衰退し、輸入された織物や書画などは北山文化や東山文化など室町時代の文化に影響した。王仁の乱以降には、境を本拠とする官僚家の細川氏や乱で兵庫を得た大内氏。 博多や堺などの有力商人が経営するようになった。1523年の寧波の乱の結果、大内氏が権益を握り、1536年に大内義隆は県民選派権を再開する。1551年に義隆が家臣の東春方による謀反によって滅亡すると、後を継いだ大内義長は、1556年と翌年に兄、 大友義重と共に貿易再開を求める死者を派遣するが、民側は議長を散奪者とみなして、これを、拒絶、また1557年に議長が、傍聴計略で打たれて、大内氏が、明日ともに滅んだことによって、高貿易再開の見込みが立たれ、東アジアでは、商人や和公による、主貿易、密貿易が中心となった。以降は、民の解禁政策の緩和もあり、 民間貿易による取引量は、看護貿易時代をも上回る活況となり、後に16世紀末頃になると、日本人の海外貿易の統制の必要性から、衆院船による衆院船貿易が行われるようになった。この貿易において、日本の銅は国内よりも非常に高値で民に輸出された。この理由としては、中国の歴史上慢性的とも言えた銅の不足の他に、 日本の銅には銀が少なからず含暗有しており、当時の日本にこれを抽出する技術はなかったが、明はそれを持っていたためである。結果、銅にしては高いが銀にしては安い価値で攻撃されていた。中、派遣年次、派遣者の順。ABC 橋本岳、日民看護最高九州史学研究会、協会から見たうちと、外、 九州市学創刊50周年記念論文集誌も、岩田書院2008年 ISBN978 から4から 872945348pp327 から362宮本芳美室町幕府の対民断交と、比流貿易、続展広報費用賞を通して、南東市学62号2003年、田中武雄、看護貿易、 対外関係指示典、吉川博文館、2009年、ISBN 978から4から642014496、伊64原家佐尾、室町期停心社会論花処防、2014年、253から255ページ。ありがとうございます。